ハワイフィッシング、アロハ。先日ウォールマートに行きました。買い物した時に釣りコーナーを覗いたんですけど、そこで発見しました。じゃじゃーん、釣りコーナーの端っこの方にこれがちょろっと置いてあったんですけど、これを見た時にうわこれかもしれないと思って買ってしまいました。安いものです。10ドルぐらいでしたけど、普通の延べ竿です。リールがついてない、ただの竿なんですね。これ見た時僕これで釣りたいなと思って、結構シンプルな釣りに憧れてるので、ぜひこれを使って釣りたいと思います。今日は頑張ります。餌はイカを持ってきました。ここ僕がいつも最近頻繁に釣りをしているマイリビーチというところなんですけど、ここにこれがね合うんじゃないかなと思いました。岩場でちょっとこんな感じで、わかるかな。もう少し時間が経って潮が引きますと、この波も穏やかになると思いますので、ちょっと時間が必要ですね。早速仕掛けを作ります。サウスベンドというメーカーです。10フィートです。10フィートあります。こんな感じです。4パウンドの糸を張ります。見えない。これは竿と同じ長さぐらいでいいのかな、釣り糸は。まあ、これでやってみます。このぐらい。そして針を直接つけます。シンプルでいきたいので、これでやってみます。そして潰して使う重りがこれですね。これをこの辺りにつけます。完了です。もしかしたら浮きがあった方がいいのかなと思いましたので、浮きもとりあえず持ってきました。使うかどうかは、様子を見てから決めます。それでは行ってきます。はい、とりあえずここでやってみます。人が誰もいないし、今の時間帯ならここ水が大丈夫そうなのでやってみます。後ろはマイリの山があります。あそこね、あの皆さんハイキングするところです。ピンクピルボックスがある。ここたまに水がかかりますが、荷物を下に置かないようにバックパックをしょったままならここで行けるような気がします。こんな感じで行ってみます。あ、当たってる当たってる。おー来た来た、ダメだ。お、あー餌なくなり、餌を小さくしてみました。あ、やったぜー、やったぜベイビー、ベラちゃんです。今日の一匹目、幸先いいっすね。嬉しい。狙い目はそこの岩の付近ですね。はい、おっ、いった。2匹目、これもベラちゃんです。これあの模様が違うやつですね。嬉しい。今日めっちゃ楽しくなるかもしれない。これはよいしょ、
宣言聴取。よっしゃ、すでに3匹目です。嬉しい。はい、バイバイ。餌がまだ残ってます。餌取られました。さ、餌ちっちゃめ攻撃でいきます。おっ、いた。あー、バレた。めっちゃおもろいこれ。今日は絶好調です。こっちもこっちも行ってみようかな。よっしゃ、どこらへんかな。やっぱこっちのが当たるな。よっ、よっしゃ。この子ですね、今日はこの子の日。うい、ありがとうさん。まだ大丈夫ですね。これおー、きた。波おう、来たかな来たかな来たかな。うわ、また君、また君。オッケー、バイ。せっかく浮きを持ってきたので、浮きをつけたらどうなるかちょっとやってみよう。こんぐらいか。こんな感じ。あ、浮きがあった方が面白いわ。そしてね、僕が思うに魚のいるところに投げれば釣れるんですね。で、僕が見た感じではこのそこの岩のあたりに魚がいっぱいいますので、そこに投げ込めば絶対当たりがあるという。見えるかな、これ足元に落とすと魚が寄ってきます。見えるかな。ほらほらほら、見えるかな。ほらほらほら、いっぱい寄ってきてる。今ね、縦縞の黄色い黒い白いそんなやつ、いっぱい集まってきてる。ほら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 、ただ針が大きすぎるのかな。かかってくれないや、この子たちは。でも当たりは感じます。第1部終了です。堤防の上バッチリバッチリ、本当に面白かった。今僕の座ってる真ん前でも釣りができるとシミュレーションしてきたんだけど、まだちょっと潮が満ちすぎてて波がかかってくるので、もうちょっと引き潮になるまで待ってないといけない。今ちょっと待機時間です。ここでちょっと休憩します。木陰がまだここ残ってましたね。ここだけ木陰です。水分補給。最近僕釣りにハマってますね。ご承知の通りだと思いますけど、釣りのことしか考えてないし、 Amazon やっても釣り道具しか見てないですね。毎日のように釣りしてます。仕事の日でもね、夕方から釣りできますので。ただ動画にはしてない。動画のネタがたくさんあっても、この編集する時間がもう全然ないので、ただ釣りしてますよ僕。めっちゃ楽しいです。2ラウンド目いきます。2ラウンド目よっ、これはしょ。
よっしゃ、行ってみましょうか。よっしゃ、後半1匹目ベロちゃんです。おいしさ、うわぁ、今日この子ばっかり、今日はこの子ばっかりです。ベラちゃん、ちょうどそこまで岩で、岩の影のところに魚が潜んでいる感じなんですね。あそこらへん、よっ、もういいよっていうぐらいこの子が釣れます。すごい、うわぁ、なんだこれ、なかなか他の子が食ってくれない。お、あー、なんか違うのが釣れた、違うの釣れたで、うわ、見つけにしたら美味しそうな魚が釣れました。これなんちゅうのかな、目がでかいし口がでかい、嬉しい、違うのが釣れた。はい、あ、元気がいい。うわー、今の嬉しいな。次行こう。お、あー、引いた。あー、ベラちゃん、来た。ベラちゃんです。クリスマスのやつ、クリスマスカラーのベラちゃんです。ほえー、ベラちゃんです、ありがとう。お、来た、いい、なんか来たぞ、あー、こいつか、あー、逃げたいと。うわー、めっちゃ面白いです、大きい魚はもちろんというか、大きい魚は釣れなくてちっちゃいのばっかりだけど、楽しいか楽しくないかで、比べれば、これは絶対楽しい釣りですね。今度奥様にもこの竿を買ってあげて2人でこれしたいな。そろそろ GoPro のバッテリーが切れる頃なので、一旦もうここで終わりにしようかな。僕はこの後もう1時間ぐらいやっていこうと思いますけど、楽しいです、これめちゃくちゃ楽しい。これが出る機会多くなるんじゃないかな。あ、ほのぼのしててシンプルで、あ、嬉しいね、いいものを見つけました。それではまた次回会いましょう。じゃあね、バイバイ、またね。